lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. I saw no shadow. はい、お疲れ様です。ハセシュンです。こちらにあるのがブラックスミスになります。はい、タイトルにもあるようになんですけども、ブラックスミスを履き始めて約半年が経過いたしました。はい、素晴らしい先日ショート動画の方をその半年ね履きましたよっていう風なことショート動画を撮らせていただいたんですけども、本編動画も撮りたくなってしまって順序が逆だっていうね。はい、ということで今回はその185日経過したブラックスミス、はい、まあ、3ヶ月ぶりなんですよね多分動画で、で3ヶ月ノーメンテでございます3ヶ月ノーメンテです。はい、なのでこの子が、まあ、どういう風な感じでね半年間履き続けてエイジングしたんだよっていう風な話と、まあそうですね、半年ブラックスミスを履いてどういう風に思ったかっていうのをちょっとね磨きながらメンテナンスしながら共有できたらいいんじゃないかなっていう風に思います。早速やっていきましょう。ブラックスミス、スタイルナンバー3345のレザーはブラックプレーリーのラスト、木型は8番という風なブーツになっております。はい、どうでしょうか。まあ、もうすぐ入るんですけど、半年前と比較してどうですか。えらく男前になった感じがしませんか。かっこいいですよね。ちょっとさっき外でね履いてきたんですけど、かっこいいなーって、なんか自分の足元見てね、かっこいいかっこいいのもちょっと変態さんかなとか思うんですけどはい、一応ねこちらが半年かけて出来上がったブラックスミスになります。かっこいい。特にこのね、一番自分が好きな部分でもあるんですけど、このくるぶしのラインがねポコポコっという部分がすっごいエッチなんですよねはい、履きじわの部分もこういいね、シワがボコンボコンとここに2つ入ってるんですよね。いやーかっこいい。20日間連続履きしたよっていう風な動画を出したと思うんですけども、まあ20日間連続履きした後っていうのは正直あんまり連続だ、90日動画を出した後は正直連続履きは全くしてなくて、まあフラットボックスを手に入れたんですよね。あと実は手に入っていて、で履き始めるっていう風なフラットボックスを徹底的にそのいじめるっていう風な動画のための履き込みをしていたので全然履けてなくて、週1ペースでずっと履き続けてるみたいな、そんな状態だったんですよ。はい、こちらがフラットボックスになります。2ヶ月エイジングになるんですけど、はい、まあまた動画出しますね。えぐくないですかこれもちょっと今日の動画とは関係ないのでね。はい、はい、まずこの3345ブラックスミスを買った経緯としては、もともと自分フラットボックス9060っていうのを持っていなくて欲しかったんですよね。はい、で今でこそ安定的にそのね、サイトでもレッドウィングのサイトを見てもフラットボックス9060っていうのが安定的に供給されるようになったんじゃないかなっていうふうに感じるんですけども、まあ、当時、まあ、半年前くらいですよね。半年前から2年前くらいにかけてフラットボックスが全く手に入らなくって、今のように買えなかったんですよね。多分視聴者の皆さんも多分そう感じてるんじゃないですか。あ、そんな時期があったなみたいな。はい、で
フラットボックスが買えないと。で、いろいろな動画を参考にしてみたところ、サキシンアリフラットボックスみたいなのが、このブラックスミスだったんですよね。もう本当に遠間から見たら、フラットボックスそっくりっていう、まあ、そのフラットボックスのために作られた、ね、ブーツではないので、はい。まあ、サキシンアリのフラットボックスって言っても、遜色ないんじゃないの？写真も出るしっていうことで、代わりにね、これを買うっていう風な選択肢を取ったっていう風な感じなんですよね。非常に不純ですね。良くないですね。はい。ただやっぱり、その9060のフラットボックスを待つっていうところまで我慢が効かなかったんですよ。写真が出る革靴ってどういうものなんだろうみたいな。使われている革が、ブラックスミスはブラックプレーリーっていう革で、フラットボックスがブラッククロンダイクなんですよね。ちょっと作り方っていうのが違うんですけど、顔料を吹きかけているっていうところでは全く同じというふうな感じなので、ブラッククロンダイクもブラックプレーリーも写真が出るっていうところでは同じと。じゃあちょっといつか買うであろうフラットボックスの前に、こう予習みたいなそういう意味合いで買ってもいいんじゃないかなって、こう自分に言い聞かせて、まあ安くはなかったんですけどね、買っちゃいました。はい。まあ視聴者の皆さんにね、こう本当に自慢したいところ、自分のこの子の自慢したいところっていう風に言ったら、まあこのくるぶしのラインとかね、そういうところのエイジングも、まあかっこいいな、見てくれみたいな感じになるんですけど、どちらかというとこのベロの部分ですね。ご会長ご会長、はい、どうですか、このタンの部分です。いいエイジングしてるでしょう。どうですか。やっぱり顔料を乗せている、薄く吹きかけているっていうことも あるし、裏のハトメの部分がこうギュッと締め付けられることによって削れて写真がね出るっていう風な感じで、こんなに綺麗にハトメの後の写真が出るとなんか可愛いですよね。あとはこのブーツでグッと締め付けられているこの感じ、これは向いてみないと分かんない大人の色気みたいなとにかくかっこいいんですよ。これかっこいい。この写真の出方みたいなのもフラットボックスとはまた違うんですよ。こうオイリーっていうか、ブラックプレーリーはワックスとオイルっていうのがふんだんにも染み込まれているブーツなので、これこそそんなにメンテいらないよっていう風なブーツなんですけど、メンテしたくなっちゃいますよね。この裏側ですね。この裏側をもう見た目でもわかるじゃないですか。触ってみるとこのオイリーっていう感がこう伝わってくるっていうか、ちょメンテしますよ、メンテを。うわー汚れてるな。さすがに3ヶ月ノーメンテは酷使しすぎたかな。ごめんね。まあ自分がこのブーツを履いて思った結論から言うと、まあ無理ですよねっていう写真の話です。履き心地じゃなくて写真を出すのが無理ですって感じちゃいました。はいはい。先ほどもねちょっとお話ししたんですけど、この子は薄くこう顔料を上から吹いているっていう革なんですよね。なかなかエイジングしない。基本的に
マット仕様の革なんですよね。あんまり光ってくれないんですよ。なんて言ったらいいのかな、こう触ってみればわかるんですけど、すごい表面がねサラッとしてるんですよね。サラッとしてる、このサラッとしてる革から、革が言ってるんですよ、僕は光らないぞみたいな、そう簡単に光らせないぞみたいなっていうのがすごいね、伝わってくる。自然にはツヤは出さないぞみたいなこのブラックスミスが人の手を入れないと写真は出ないよねみたいな、そういう革の質をしてる感じがするんですよ。自然に履いてて、あ、写真が出たみたいな、本当かーって感じちゃうんですよね、この子の場合だと。今久しぶりにね、こうドスッピン状態に、はい、してるんですけど、伝わりますこれ、もうザ・マットみたいな、ほらほら、このサラサラ、この音わかりますか、テコでも光らないぞみたいなただね、履き心地は申し分ない、最高ですよ。その初めからね、ある程度は柔らかいので、そのすぐフィットするよっていう風な話をね、一番最初の動画で言ってると思うんですよね。その柔らかいのと皮の伸びって関係あるのかな、ないのかなみたいな、多分そんな話をね一番最初にしてると思うんですけど、まあこいつのね、まあこの子のね、こう包み込みますよ感は本当にね半端ない、履いてて気持ちいいですもん。はい、3ヶ月ぶりのフルメンテナンス完了でございます。メンテナンスしてね、見て分かる通り、表面的にサラサラっとしたこう、まあよく言えば自然的な光り方なんですよね。これをもうちょっと、自分はこう欲を言うんだったらば、その自然じゃなくて、なんだろう、自然の反対ってなんだろう、こう、よくお手入れをしている、光らせようとしている、有機的な光っていうか、そういうのも出そうとしてるんだなっていうのがこう伝わるような、そういうブーツにしたいっていうふうに自分は思って、そのブーツを見た時に、あ、よく履き込んでるな、よくお手入れされてるなみたいな、そういうことがちょっと伝わるような感じにしたいんですけど、まあちょっとね、この子はまだまだ頑固なところがあるようなので、まだね、その思春期から、ね、抜け出せていないみたいなそういう風な感じなので、はい、もうちょっとね、エイジングを進ませたいな、人の手を入れるっていうことも借りながら、エイジングをね、今後も続けていきたいなっていう風に思います。言うてまだ1年もね経っていないので、ね、この子もこれからなんじゃないかなっていう風には思うので、
はい。まあ、そうですね、最後にもう一つ言うのであれば、これだけは言えるっていうのがあって、確かにこの子は、一番最初はね、そのフラットボックス9060が手に入るまでの代わりにしようかなっていうか、そういう気持ちもなきにしもあらずだったって話をさっきね、したと思うんですけど、同じ名前の、同じ作りっていうか、同じブーツだったら、わざわざ名前を変える必要がないし、フラットボックス何々シリーズみたいな感じで名前を変える必要性はないわけじゃないですか。この子がブラックスミスっていう風に名前がついているんだったらば、ブラックスミスはブラックスミスの良さがあるし、フラットボックスはフラットボックスの良さがあるし、みたいな。伝わりますかね。よく見ればやっぱり違うんですよ。違うんですよ。サキシンもあるし、あとはそもそもソール430ミニラグソール、ミニラグソールで向こうはグロコードメダリオンだし、みたいな。あとはこのね、アンティーク調に光るシューレース服、こいつはブラックスミスにしかないですし、この子はこの子でのかっこよさっていうのがあるんですよ。だから自分はまあ何が言いたいかっていうと、フラットボックスはフラットボックス、ブラックスミスはブラックスミスで買ってよかったな、買い分けてよかったなっていうのが、その半年経ってみての自分の感想っていう風な形になります。一番最初ね、買う時の理由は不純だったかもしれないんですけど、結果お笑いだったなっていう風な感じです。はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。今後ともね、この子ブラックスミスの方をよろしくお願いいたしますね。エイジング楽しみだね。はい、それではバイバイ。